アロサウルスとは中世代ジュラ気候期の北アメリカに生息していた大型肉食獣脚類に属する恐竜である。1877年にアメリカ合衆国の古生物学者オスニエル・チャールズ・マーシュがこの種を定義づける化石を初めて報告した。肉食恐竜としてはティラノサウルスと共に恐竜研究の交流期からよく知られたものの一つであり、 古生物学を専業とする人々以外にも映画やドキュメンタリーを通して有名な存在である。また、日本では国内で最初の恐竜の骨格標本展示として1964年に国立科学博物館で標本が公開された。後、2015年7月の地球館展示リニューアルに伴って1階に常設展示が始まった。 創造オズアロサウルスは二足歩行性で、鋭く大きな葉を多数備えた巨大な頭骨を持つ捕食者であった。平均的な全長は8.5メートルで、12メートルに達したと推定される個体の化石の断片も発見されている。大きく強力な後足と、それに比して小さな三本指を備えた前足を持ち、長く重厚な尻尾で体のバランスをとっていた。 アロサウルスという名称は分類学的には俗名と仮名に現れるが、特に断りがない場合は俗名を示す。いわゆる恐竜の中でも竜番目、獣脚亜目、テタヌラシタメ、カルノサウルス類のアロサウルス科に属し、マー種の命名した最も著名な種はアロサウルスフラギリスである。この他にもアロサウルス科には数種が属するとされるが、 分類の妥当性に関して議論中のものが多く、正確な数は一概には言えない。アロサウルスの化石の多くは北アメリカ大陸のモリソン総産だが、ヨーロッパ大陸のポルトガルからも産出している。またアロサウルスの一種である可能性のある化石がアフリカ大陸のタンザニアでも発見されている。20世紀にはアントロデムスという学名で呼ばれた時期もあったが、 クリーブランドロイド発掘地で発見された大量の化石の研究により、アロサウルスの学名が妥当であることが認められ、著名な恐竜の一つとして一般に知られることになった。このアロサウルスの読み方であるが、多くは死因を一つ省いてアロサウルスと読まれる。また死因を発音してアルロサウルス、LL にアクセントを置き、アロサウルスとされる場合もある。鋭い爪を持つ、 前足の骨格アロサウルスはかつて、モリソン層が形成された時代の食物連鎖の頂点であり、同時代に存在していた草食恐竜を捕食していたと考えられている。しかし、狩猟方法に関しては解明されていない点が多く、研究が続けられている。竜脚類の大型草食恐竜を集団で狩猟していたかのような想像図が描かれることがあるが、 一方で共食いしていた跡が見つかっており、アロサウルスが社会性を持っていたかどうかは議論の焦点となっている。狩猟における襲撃方法の通説は、茂みで待ち伏せし、その大きな上顎を振りかぶって奇襲を行っていたというものである。アロサウルスのスケール比較。左から人、エパンテリアス、最大級のアロサウルス、平均的なアロサウルス、ビッグあるを示す。 アロサウルスは大きな頭、短く太い首、長く重厚な尾、講師に比べて短い上司といった特徴を持つ、典型的な大型獣脚類である。最も著名な種である、アロサウルスフラギリスの平均的な全長は8.5メートルで、最大級のアロサウルスの標本の推定全長は9.7メートルと考えられている。アロサウルスの権威とも言える、古生物学者、 ジェームズ・マドセンが1976年にまとめたモノグラフでは骨の大きさの範囲から考えて体長は最大12メートルから13メートルになったのではないかと推測されている。体重に関しては様々な意見があるが1980年頃より出された見解はいずれもおよそ1トンから4トンの範囲内に位置しており2トン前後としている文献が多い。 明確な同定を行えないいくつかの大型化石がアロサウルスのものとされてきたことがあり、それらを含めると体の大きさに関する見解は少し複雑になる。例えばアロサウルスの近縁種と見られるサウロファガナクスは体長が10.9メートルに達し、アロサウルス巻きしますとしてアロサウルス属に含められることがある。ただし20世紀末の研究では、 アロサウルスとサウロファガナクスは、互いに別属であることが指示されている。また、体長が12.1メートルに達するエパンテリアスも、アロサウルス属の一種と考えている研究者がいる。アロサウルスの頭骨ティラノサウルスの頭骨。アロサウルスより、頭骨の感激が少ないが、上部後方には両者に共通する筋肉が付着する、小突起が見える。アロサウルスの頭骨と、 歯は同サイズの重脚類に比すると控えめな大きさであった。古生物学者グレゴリー・エス・ポールの報告によると体長7.9メートルと推定される化石の頭骨長が845ミリメートルであった。頭骨に穿たれた角穴は広く大きさの割に軽量であったと考えられる。角前上軟骨は D 字形断面の5本の歯を持ち、 各上顎骨からは14本から17本の歯が生えていた。一方、各下顎骨には14本から17本、平均16本の歯が生えていた。歯は口内に行くほど強小でより湾曲したものになっており、歯の縁にはティラノサウルス等の重脚類でも確認されている巨子状の凹凸があった。歯単体の化石がよく見つかるが、これは歯が頻繁に抜け落ち、 新しいものと生え変わっていたからだと説明される。頭骨の眼光上部には一組の角があった。この角は涙骨が延長したもので、標本によって形や大きさが異なっている。また、尾骨の先端から角にかけて一組の低いだ状の張り出しが走っていた。この角はケラチンで覆われていたと考えられ、目に対する日よけ、力を固持する装飾。 あるいは種族内での争いに用いられたという意見がある。頭骨後方の上部中央には筋肉が付着するための小さい突出部があったが、これはティラノサウルスにも見られる構造である。涙骨内には線が通っていたと思われるくぼみがある。上角道はより原始的な獣脚類である、ケラトサウルスやマルショサウルスに比べると発達していた。上角道の発達はすなわち、 すきはなきのような嗅覚と関連する器官の発達を意味する。脳を治める、頭蓋上部の殻は薄くなっているが、これは脳の温度調節を容易にするためだと考えられている。上あごと下あごは後部で関節により結びつけられていた。また下あごの全部と後部の間にも結合部があり、その部分が若干稼働することで口を外側により大きく開くことが可能であった。 頭蓋と前頭骨もおそらく同様の結合部を有していたであろうと考えられている。ブロントサウルスを捕食するアロサウルスの全身骨格。米国自然史博物館の展示。アロサウルスは首に9個、背中に14個、腰部に5個の椎骨を持っていた。ビブの椎骨の数ははっきりせず、個体によっても異なるようである。ジェームズ・マドセンは50個。 グレゴリー・エス・ポールは45個か、それより少ないと推測している。主部の椎骨には空撃があり、そこには原生の鳥類と同様に呼吸用の機能があったと考えられている。肋骨の広がりは大きく、ケラトサウルスのようなより原始的な獣脚類よりも太い胴体を持っていた。また、標本数は少ないが、腹肋骨を持っていたと考えられており、それは、 完全には、国家していなかった。1996年には、また骨の存在も確認されている。腰部を形成する腸骨は強固で、地骨は竜盤目特有の体前下方へ大きく突出する構造であったが、それは筋肉の接着部であると同時に、地上へ体を下ろして休息する際の支えとして、働いた。窓線は、クリーブランドロイド発掘地で見つかった約半数の、 個体の恥骨先端が体の大きさに関わらず誘着していないことを発見した。窓ンはこれを精査を示すものとし、恥骨先端が分離しているのはメスで散乱しやすい骨格構造になっていると主張した。しかし、この仮説はあまり顧見られていない。アロサウルスの前足は胞子に比べて短く、生体では胞子の約35%である。手には、 それぞれ三本の指があり、その先には湾曲した大きな爪がついていた。腕は強力で前腕は上腕に比べていくらか短かった。手首の手根骨は半月状であり、これは鳥類を含む小型重脚類グループに見られるものと同様であった。三肢は親指に当たるものが最も太くて大きい。足はケラトサウルスのような同時代の大型重脚類に、 比べると長いが、後の時代のティラノサウルスほど長くはなく、移動速度はそれよりも低かったと考えられている。また足先の爪はそれほど発達しておらず、初期の住脚類よりもひずめに近いものであった。各足には、接地点を持つ3本の指があり、そのやや上部内側に1本の母子がある。またこれらの指を構成する4本の中足骨の内側には5本目のものがあるが、 これはアキレス腱を伸縮させるための一種のレバーとして機能したのではないかと解釈されている。白キ前期に存在し、アロサウルスに比較的近い種族であると考えられるアクロカントサウルス。アロサウルスは分類学的には大型獣脚類カルノサウルス類に属するアロサウルス科の一つに位置づけられている。アロサウルス科は1878年に オスニエル・チャールズ・マーシュによって創設されたが、1970年代までは、メガロサウルス化というタクソンの方が好んで使用された。また、1930年頃、1980年頃には、俗名として、アロサウルスの代わりに、アントロデムスが使用され、アロサウルスという学名を復元した1976年の、ジェームズ・マドセンのモノグラフ以前の出版物を読む、 場合は注意が必要である。アロサウルス化の代わりにメガロサウルス化を記載している著名な観光物は、チャールズ・ W ・ギルモアの1920年の論文、フリードリ・ヒホン・ヒューゲの1926年の論文、アルフレッド・シャーウッド・ローマーの1956年と1966年の論文、アール・スティールの1970年の論文、 アリック・ウォーカーの1964年の論文である。1976年の窓ンのモノグラフの影響により、重脚類恐竜をアロサウルス界細分類する動きが生じた。この細分類は必ずしも厳密な検証を行っていない場合もあり、定義そのものにも曖昧さがあるが、結果的に加盟として一般化的に使用されるようになった。 細分類の過程で、アロサウルスとの系統的な関連が考えられた属として、インドサウルス、ピアトニツキーサウルス、ピベテアウサウルス、ヤンチュアノサウルス、アクロカントサウルス、キランタイサウルス、コンプソスクス、ストケソサウルス、スゼチュアノサウルスが挙げられる。しかし、21世紀初頭の獣脚類の進化、系統に関する研究によれば、 上記の属はいずれもアロサウルス科には含まれていない。ただしアクロカントサウルスやヤンチュアノサウルス等はアロサウルスの近縁属であると考えられている。アロサウルス科はカルカロドントサウルス科、シンラプトル科と共にカルノサウルス類を構成する一つの系統を作る。アロサウルス科はカルノサウルス類の中では属の数が少なく20世紀末のレビューでは サウルファガナクスとフランスで発見された化石種のみがアロサウルスと共に同化を構成する属であるとされていた。また、従来、エパンテリアスもアロサウルス化の属の候補として扱われてきたが、いくつかの証拠からサウルファガナクスやエパンテリアスはアロサウルスの大型の個体ではないかと疑う一見も多くなっている。21世紀初頭の論文では、 サウルファガナクスを一つの属として扱い、エパンテリアスをアロサウルスの一種としているものが多い。かつてアロサウルス科はティラノサウルス科の先祖的タクソンに位置すると考えられたことがあり、1980年代にはグレゴリー・エス・ポールが著作中でそのような主張を行っている。しかし90年代にはその説は否定され、ティラノサウルス科はコエルロサウルス類に属するものとされた。 アロサウルスと同族か近縁属のサウルファガノクスの骨格アロサウルス属にいくつの種が属食すのかははっきりしていない。1988年以来アロサウルス属としてある程度の妥当性が認められてきたものにはフラギリス、アンプレクサス、アトロクス、エウロパエウス、ジムマドセニ、マキシマス、テンダグレンシスの合計7種がある。この中には 骨のかけらしか見つかっていないようなものもある。また、これまでの歴史の中で少なくとも10種の恐竜が、アロサウルスと同一種であったり、アロサウルスと混同されたりしてきた経緯がある。原初的なテタヌラ類に関する21世紀初頭のレビューによると、フラギリス、ジムマドセにテンダグレンシスのみが妥当な種として受け入れられており、アンプレクサスとアトロクスはフラギリスに編入され、 エウロパエウスは、まだ種として提唱されておらず、マキシマスは、サウルファガノクスと同一であると言及されている。アンプレクサス、アトロクス、フラギリス、ジムマドセニ、マキシマスはいずれも、アメリカのコロラド州、モンタナ州、ニューメキシコ州、オクラホマ州、サウスダコタ州、ユタ州、ワイオミング州にかけてのジュラ紀後期のキメリジアン期から、 人に暗記に属するモリソン層から発見されている。この中でフラギリスは発掘数が最も多く研究も進んでいる。この次によく知られているのはアトロクスであり、1980年代からフラギリスとアトロクスが同種か否かについての議論が行われてきた。前述のように21世紀初頭ではそれらは同一種であるとする見方が一般的で、 モリソン層の局地的な形成過程や蘇生の違いが両者の化石の際として現れているに過ぎないと考えられている。エウロパエウスはジュラ紀後期キメルジアン紀に形成されたポルトガルのローリニャン層に属する発掘地から1999年に見つかった新しい標本だがフラギリスと同種であろうという意見も存在している。テンダグレンシスは タンザニアムトワラ州のキメリジアンキの層から発見された。21世紀初頭のレビューでは、テンダグレンシスをアロサウルスの一種として認めているものの、より原初的なテタヌラ類か、すでに登録済みの別の住宅類である可能性も高いとされる。正体がはっきりしないテンダグレンシスであるが、体長は10メートルに達し、体重は2.5トンになる大型住宅類であったと。 推定されている。結果的に、アロサウルスと学名が重複してしまった俗に、アントロデムス、クレオサウルス、ラブロサウルスがある。これらの標本の多くは現在はフラギリスであると考えられているが、骨格の一部しか発見されていない場合が多く、分類の妥当性に関して曖昧な部分も残っている。ところでこのうち、1884年に、 マーシュが命名したラブロサウルスフェロックスはその標本が特徴的であった。下顎の一部が発見されていたのだが、その口先の熾烈には特徴的な隙間があり、標本の後部は大きく肥大して反り返っていた。後の研究によると、その一部は感染症の後であり、後部の異常な形状は石膏型を作る段階で生じたものであろうと推測された。 21世紀初頭ではこの標本はフラギリスのものとみなされている。このほか、アロサウルスと関連すると考えられた化石はオーストラリア、シベリア、スイスと世界各地で見つかってきたが、多くはアロサウルスと違う恐竜だと結論付けられている。モリソン層が広がるユタ州のコロラド高原の一部、ガーデンパークにあったコープの発掘地。映っている骨はカマラサウルスのもの。 初期のアロサウルス研究は、エドワード・ドリンカー・コープとオスニエル・チャールズ・マーシュによる19世紀後半の化石発見競争のために複数の学名をつけられるなど複雑な経緯をたどった。初めて記載された化石は、アメリカの地質学者、フェルディナンド・バンデビア・ヘイデンが1869年に人手伝いで入手したものである。それは、コロラド州グランビーに近いミドルパークから流れてきた。 ものであったが、おそらく、森尊層で出土したものと考えられている。地元民たちは、そのような化石を、石化した馬のひずめと呼んでいたという。ヘーデンは入手した化石を古生物学者のジョゼフ・ライディに、送り鑑定を依頼したが、ライディはそれを、半分かけた尻尾の椎骨だと同定した。そして、それを、ヨーロッパで発見された恐竜、ポエキロプレウロン族の一種。 ポイシロプレウロンバレンスとして学会に認めさせるために努力した。彼は後年、それをアントロデムスとして独立した族を創設することになる。アロサウルス・フラギリスという学名は、オスニエル・チャールズ・マーシュが1877年に付与したものである。学名創設の論拠とされたのは、標本 UPM1930 で、3個の椎骨、1個の肋骨片、1本の葉。 一個の足先の骨、右前肢の上腕骨を含んでいた。アロサウルスのアロはギリシア語で、奇妙なまたは異なったを表すアロース、アルファーラムダラムダから来ており、サウルスは、同語でトカゲを意味するサウルス、シグマアルファーウプシロンローで、全体で異なったトカゲの意である。これは化石の椎骨が、それまで発見された、どの恐竜のものとも異なっていたことから付けられた名称である。 フラギリスという種名は、ラテン語で、壊れやすいものを意味するが、これは椎骨に空洞が多かったことにちなんでいる。これらの化石は、コロラド州、ガーデンパーク、カノンシティ北のモリソン層から発見されたものであった。ボーン、王の最中にあり、コープとマーシュは後に、アロサウルスと同族であると判明するいくつかの、学名の創設を行った。このようなものに、マーシュのクレオサウルス、 ラブロサウルス、コープのエパンテリアスがある。アロサウルスの標本を用いて、アパトサウルスをはんでいる様子を再現した、展示場の展示のモデルとなったチャールズ・アール・ナイトが描いたアロサウルスの復元像コープとマーシュは、新種の発掘と発表に躍起になっていたため、発見した化石の精査や、その産出地の再調査をしないことがあった。 例えば、ベンジャミン・フランクリン・マージが、アロサウルスの基準標本を発見した後、マーシュは、それが出土したコロラド州、ガーデンパークではなく、ワイオミング州で発掘を行うことを決定している。ちなみに1883年になって、ガーデンパークで発掘が再開された時、MP ・フェルヒが、ほぼ完全なアロサウルスの骨格といくつかの骨の化石を発見することになる。また、 コープに雇われていた化石収集家の h k イヒュ e l l は1879年にワイオミング州コモブラフでアロサウルスを発見し雇い主に送付したが、その化石をコープは開封することがなかった。コープの死後数年が経過した1903年に、それを開封したところ、当時知られていた住脚類のどの標本よりも完全な骨格が出てきた。これは現在は、 サンプル番号アン5753として知られるもので1908年に一般公開された。この際、画家チャールズ・アール・ナイトのアロサウルスがアパトサウルスの死肉を砂取っている様子を描いた絵と同じ構図で骨格が組まれた。ちなみにこれは獣脚類恐竜の骨格展示として初めてのフリースタンドであったことに特徴があり、その様子は絵画や写真として 多く残されているが再現した光景に関する学術的、科学的な説明は特に残っていない。初期の発見と研究でアロサウルスに多くの名称が与えられ、しかもマーシュとコープがそれら新種に与えた記述内容が貧弱であったことは後の研究の混乱の種となった。その当時でさえサミュエル・ウェンデル・ウィリストンをはじめとする専門家の間では 同一種に複数の学名が付けられているという指摘があった。ウィリストンは1901年にマーシュはアロサウルスとクレオサウルスの違いを示す十分な証拠を持っていないと主張した。名称の重複を正すことに最も影響のあった研究は1920年にチャールズ・ W ・ギルモアが行ったものであった。彼はジョゼフ・ライディのアントロデムスとアロサウルスの尻尾の 椎骨は同一のものであるという結論に至り、先に命名されたアントロデムスという学名を使用するべきだと主張し、結果的にアントロデムスが俗名として有効なものとされた。しかし、その約50年後にジェームズ・マドセンがクリーブランドロイド発掘地での化石に関する研究をまとめ、アントロデムスはアロサウルスに比べて標本が少なく、 部分的な特徴しか見出すことができず、しかもたった一つしかない標本の正確な出所が不明であるという主張を行い、アロサウルスを学名として復活させた。現在では、アントロデムスという名称は、ギルモアの復元したアロサウルスの頭骨と窓線の復元した頭骨を便宜的に区別するために用いられている。黄色い部分がモリソン層で、 アロサウルスが発見された地点が印で示されている。クリーブランドロイド発掘地として知られるようになる、ユタ州、エメリー軍の地層における発掘は1927年には始まり、化石産出地として1945年に、ウィリアム・ジェイ・ストークスから紹介されているが、大規模な発掘作業が開始されるのは1960年になってからである。 1960年から1965年に40近い期間、組織が協力して行った発掘プロジェクトでは、数千の恐竜の骨が発見された。発掘地では、アロサウルスの標本が最も多く発見され、その大半はフラギリスのものであった。なぜそこにアロサウルスの化石が集中していたのか、決定的な説明はなされていない。また、 発見された恐竜の化石はなぜかバラバラの状態で混ざり合っていた。このミステリアスな状況を受け、発掘地の地質的な形成過程に関する10本程度の論文が書かれたが、恐竜の死因については、泥や沼あるいは有水地で足を取られて溺れた、干ばつ時に水たまりに集まった個体がそのまま生き耐えた、と様々な仮説が提案された。いずれにせよ、この発掘地では、 保存状態の良い化石が多数見つかったため多角的な研究を行うことが可能になり、結果的にアロサウルスを最も解明の進んだ重脚類の地位に押し上げた。発掘された標本に様々な年齢と大きさの個体が含まれていたこと、また骨格がバラバラであったことで骨同士の癒着が防がれて個々の部位がよく残っていたことは研究を進める上で有利に働いた。 窓ンが1976年にモノグラフを発表して以降、アロサウルスの生態や生息環境に関する多くの研究が行われてきている。そのような研究の主題の例を挙げると、骨格のバリエーション、成長過程、頭骨の構成、狩猟方法、脳、種族内での共生や子育ての可能性に関するものがある。また、古い標本の再分析、 1999年のポルトガルにおけるアロサウルス化石の新発見、さらに新しく発見された完全な標本、ビッグアルも、また研究の拡大に貢献している。ビッグアルビッグ AL、これまで収集された重要なアロサウルス標本の一つとして、1991年に発見されたビッグアルと呼ばれるものがある。 この標本は骨格の95%が揃っているという、ほぼ完全なもので、体長は約8メートルであった。発見発掘については、少々右右曲折があり、最初の発見は、バイオミングシ州シェルで、スイスのカービー・シベルに率いられたチームによってなされたが、彼らが正式に発掘権を所得していたにもかかわらず、過去の土地所有者の変動の混乱の中、AL の所有権は、 ロッキー博物館とワイオミング大学地質学博物館の合同チームが奪ってゆく形となった。意気消鎮のシベルチームであったがしかし、彼らはそれにも負けず発掘に取り組み、後に2体目となるアロサウルスの発掘に成功する。こちらはビッグ・アルツーと命名され、これまで発見されたアロサウルスの中で最も保存状態が良いものであり、彼らの努力は報われた。 ビッグアルは保存状態や骨格の完全さからその学術的価値を認められ固有の相性まで与えられている。その体長はアロサウルスフラギリスの平均を下回っており生体の87%ほどしか成長していない若い個体であると考えられている。ビッグアルの標本に関する研究報告は1996年にブレーサウプトが行っている。 ビッグアルの19個の骨に残された傷跡は感染症であったらしいことを示していたが、これがビッグアルの死につながったのであろうと考えられている。病気の影響を受けたと考えられるのは5本のあばら骨、5個の椎骨、4個の足の骨であった。足の骨の感染により、後足の一方が不自由となり、歩行の際にもう一方の後足に負担をかけることで、 結果的に両足とも致命的なダメージを負ったのではないかと推定されている。アロサウルスは森村層で最もよく見つかる住脚類で、それが形成された時代の食物連鎖の頂点に立つ存在であったと考えられている。当時の森村層地域は雨季と寒季が交互にやってくるステップ気候であり、洪水の氾濫により形成された。 氾濫源であったと推定されている。植生は多様であり、川に沿って、旧化植物、寄生シダ,シダ植物を中心とした森が広がり、その外は、寄生植物がほとんど見られず背の低いシダ植物が生えるだけのサバンナであった。森村層は化石採祀地としては有名な場所で、緑色植物、菌類、全類、特茶、枝植物、ソテツ類、胃腸、 旧化植物等の植物化石を、はじめ、二枚貝、カタツムリ、ジョーキズナの魚類、カエル、ユービメの両生類、カメ、ムカシトカゲ、トカゲ、陸生、または、海生の主流類、翼竜、そして数々の恐竜、また哺乳類として、ドコドント類、タオカハメ、シンメトロドント類、トリコノドント類等、多くの動物種が発掘されている。 出土した恐竜のうち、獣脚類にはケラトサウルス、オルニトレステス、トルボサウルス、竜脚類には、アパトサウルス、ブラキオサウルス、カマラサウルス、ディプロドクス、長脚類にはカンプトサウルス、ドリオサウルス、ケンリュルエステコサウルスが含まれている。アロサウルスが発見されている、ポルトガル地域もジュラキ後期には、モリソンソウと同様の生態系を有していたとされるが、 そこでは海洋の影響がより大きかったと考えられている。産出する恐竜の多くは、モリソン層とほぼ同じで、アロサウルス、ケラトサウルス、トルボサウルス、アパトサウルス、ブラキオサウルス、ルソティガン、カンプトサウルス、ドラコニクス等を含んでいる。ジュラ紀後期にアロサウルスと同時に存在していたトルボサウルス。アロサウルスとの類縁は遠く。 より原始的な系統に属するとされる。前述のように、アメリカとポルトガルには、アロサウルスと同時期に、ケラトサウルスやトルボサウルスといった大型獣脚類が存在したが、それぞれの解剖学的研究や化石の分布状況から、その3種は別々の生態学的日地を有していたようである。ケラトサウルスやトルボサウルスは、水辺の周りで活動することを好み、 その低く細い体は、森や茂みの中で動き回るのに有利であったと推測される。一方、アロサウルスは、コンパクトな体に比較的長い足を持つため、速く走るのには適していたが、小回りは効かず、主に乾燥した反断源で過ごしていたと考えられる。また、ケラトサウルスは、アロサウルスと比べて、頭骨の縦幅は大きいが、横幅は逆に小さく、 より巨大で幅広の葉を持っていた。ニッチは違い度強力な捕食者が同居しているという状況は、アロサウルス自身も他の獣脚類の餌食となり得ることを示し、実際アロサウルスの地骨にケラトサウルスかトルボサウルスのものと思われる葉の跡が残っていた例もある。アロサウルスの標本は、ほぼ全年齢の個体のものが揃っており、そのおかげで成長と寿命に関する、 学術的研究が進んでいる。さらに、コロラド州では、アロサウルスの壊れた卵の化石まで見つかっている。死の骨に関する、組織学的な分析によると、アロサウルスの寿命は長くとも22年から28年で、これは、ティラノサウルスのような他の大型獣脚類における、見積もりと、ほぼ一致する。さらに同分析によると、最も成長する時期は15歳前後で、 年間約1 5 0ラムの体重増加があったと推定されている。ティラノサウルスやテノントサウルスの化石では、水溶骨の繊維が見つかっているが、少なくとも1個のアロサウルス標本でも同様のものが確認されている。水溶骨とは、産卵期を迎えた鳥類のメスに生成する骨で、毛細血管を多く含み、卵の殻のカルシウムの供給源として働く。つまり、 髄洋骨の存在は、アロサウルスの性差を示し、かつ産卵可能なまでに成長していたことの証拠となり得る。骨断面の年輪状構造を観察した結果、その個体の死亡時の年齢は10歳であることが分かり、アロサウルスは成長の最盛期に入る前に性的に成熟していたことが分かった。講師の保存状態が良い体の標本で、その計測を行ったところ、生体に比べ、 体の大きさの割に足が長く、すねと足の部分はももよりも長いことが判明した。この事実は、幼体が比較的素足こかったことを意味するが、幼年期には小動物を狩り、成長するにつれて大型の動物を奇襲するようになっていった、狩猟方法の変化をも示唆している。ももの骨は成長に従って薄く広くなるため断面は円形ではなくなっていき、 それに伴い筋肉の付着部が移動して筋肉の長さが相対的に短くなっていったこのように生体と妖体の足の構造やそこにかかる力は異なるため生体の主に全身しかできない方法に対し妖体はもっと別の動作を行うことができた可能性がある例えば妖体のアロサウルスは腸骨と後ろ足の骨に基づく比較の結果 大人よりも3割ほど足が長かったことが分かっている。口を大きく開き上顎を蝶なのように用いて狩猟を行うという説を元にした復元図。現在の古生物学者はアロサウルスが大型恐竜を狙う活発な捕食者であったという説を受け入れている。捕食対象として同時代に生きていた竜脚類が最初に挙げられるが、これは実際に 竜脚類恐竜の化石にアロサウルスの葉によって付けられたと考えられる傷跡や葉そのものが残っていたという事実に基づいている。また、アパトサウルスとアロサウルスの足跡が連続して残されている化石も発見されており、これは後者が前者を遠方から追跡していたものとみなされる場合もある。さらに、 アロサウルスがステゴサウルスを襲っていたという事実を示す証拠も見つかっている。アロサウルスの尾部の椎骨に、ステゴサウルスの尻尾の棘先がちょうど貫通する穴状の傷跡があったり、ステゴサウルスの主部の背びれに、アロサウルスの口形とよく一致する U 字型の髪跡がついていたことがあり、それらは両者の命をかけた戦いの場面を想像される。しかし、 1998年に、グレゴリー・ポールは、このような見解に疑問を投げかけており、アロサウルスが単体で、竜脚類のような大型恐竜を襲うには、頭骨や歯をはじめ全体的に骨格が軽量すぎるという指摘を行っている。また、竜脚類の生態ではなく、羊体を飼っていたのだという仮説が提出されたことも、あった。1990年代から2000年代にかけての、 研究ではこの問題に対して別の見解が示された。アメリカの古生物学者ロバート・ T ・バッカーは第3期のサーベル状の巨大な牙を持つ肉食動物とアロサウルスを比較した結果、顎の筋肉の弱化、首周りの筋肉の発達、口を大きく上下に開く能力などが共通していることを発見した。しかしアロサウルスは特別巨大な歯を持っていないため、バッカーは 首と顎をうまく使った攻撃方法が行われていたのではないかと推論した。それは、挙手状に並んだ上顎の熾烈で獲物を切りつけるというもので、それを繰り返して終わらせていけば、サーベル状の歯で致命傷を与えずとも大型の恐竜を狩ることができたと考えたのである。バッカーと同様の結論が有限要素法を用いて、アロサウルスの頭骨にかかる力を解析した。 結果からも得られている。生体力学的検知によれば、アロサウルスの頭骨は非常に丈夫ではあるが物を噛む力は比較的小さい。顎の筋力だけでは 805N2148N の力しか発揮できないと計算されたが、これは、原生の肉食動物であるアリゲーターの 13000N、ライオンの 4167N。 表の 2268N に比べると確実に小さい。しかし、頭骨自体は縦方向にかかる 55500N 程度の力まで耐えられる構造を持っている。このような結果から、アロサウルスは上顎を腸なのように使用し、口を大きく開いて獲物に襲いかかり、その熾烈で獲物の表層部の肉を切り裂いたのではないかと推定された。また、 頭骨の構造から、アロサウルスは多様な種類の獲物を襲うことができたのではないかと推測される。頭骨は、軽量性と強靭性を兼ね備えており、ゆえに、動きが機敏な長脚類を追うことも可能であっただろうし、大型のステゴサウルスや竜脚類を襲撃した際の大きな撃力、抵抗にも耐えられたはずであるという推論を行った。一方でこの説に異論を唱える研究者もいる。 そのような研究者によると、上顎を蝶菜のように用いて狩りを行う、原生動物はおらず、普通に噛みついたとしてもその頭骨の頑丈さゆえに、暴れる獲物の力をうまくいなすことができただろうということで、ある。この他の意見として、アロサウルス等の獣脚類は、大型恐竜の肉の一部を食料になるだけ削いでいき、その命まで取る必要はなかったのだというものがある。 この方法ならば、そぎ取った肉が回復すれば同じ獲物を何度も襲うことが可能だっただろう。以下、目、腕、足が狩猟の際に発揮したであろう能力について外観する。頭骨を分析した結果、アロサウルスの両目の視野の重なりは20度しかなかったと推定され、視野の重なりが比較的大きいティラノサウルスのような獣脚類に比べると立体視能力は 低いと考えられている。しかし、これは、原生のワニより、若干小さいに過ぎず、ワニに関して言えばこの視野でも、獲物までの距離とそこに到達するまでの時間を十分測れている。腕は、他の獣脚類に比べて把握する能力に優れ、鋭敏な爪には物を引っ掛けることも可能であったと、見られている。講師は、後のティラノサウルスほど頑丈ではなかったが、 その分体重が軽く時速 30km 時速 50km ほどで走れたと見積もられている。アロサウルスは仲間同士で意思疎通する能力を持ち、竜脚類のような大型恐竜を集団で飼っていたと考えられてきた。ロバート・ティー・バッカーはこれを拡張し子,子育ても行っていたと考えた。彼はアロサウルスの抜け落ちた早や反数された大型恐竜の骨を例にとり、 親が子供のいる巣まで餌を運び外敵からそれを保護していた証拠だとした。しかしながら、アロサウルスのような重脚類が種内で、社交的、友好的であったという証拠は乏しく、それどころか同種の恐竜から追わされたと考えられる。腹肋骨の傷跡や頭骨の髪跡が見つかっている。そのような傷は、 集団内でのボス争いやテリトリーをめぐる争いの中で残されたのだろう。21世紀初頭の研究によれば、アロサウルスを含む獣脚類は、他のそうい類と同じように種内の別の個体と共同することはなく、大抵は互いにライバル関係にあったと推測されている。また、自分より大型の動物に対して仲間同士で狩りを行うことは、 脊椎動物全体を見渡しても稀なことで、実際に、トカゲワに、鳥のような原生の総弓類が共同で狩りを行う、ことは、ほとんどないことを強調する論文もある。原生の総弓類は、テリトリーを犯す者を殺す、ことさえあり、たとえそれが、子供の個体であっても、自分の餌場に侵入すれば、同じように扱う。これは、クリーブランドロイド発掘地で、 アロサウルスの個体が多く発見されたことの証左となりうる事実でもあり、活動できなくなったり死亡したりして、空きとなったアロサウルスのテリトリーに餌を求めて、他の個体が集まり、お互いに殺し合ったというシナリオを想定することもできる。また、原生のワニやコモドオオトカゲのように、テリトリー審判で死亡する要体が多いとすれば、発見されたアロサウルスの化石に、 用体や未成体のものが多かったことも説明できる。同様の解釈は、バッカーの巣穴形成説の端緒となった発掘地における湿度状況にも適用されている。共食いが行われていた場合もあるようで、アロサウルスのアバラ骨から他の個体の葉の化石が発見されたり、肩甲骨に他の個体の葉の後らしきものが残っていた例がある。またバッカーの発掘地からは、 共食いされたアロサウルスの骨が見つかっている。アロサウルスの頭蓋の石膏型を CT スキャンしたところ、主流類の中でも鳥よりワニに近い脳を持つことが判明した。前提器官の構造を解析した結果、頭はほぼ水平に保たれていたことが分かった。内耳の構造もワニに近いため、アロサウルスはおそらく低周波数の音を最もよく聞き取ることができただろうが、かすかな。 小さい音は聞き分けられなかったと考えられる。救急は大きく、匂いを検知することには長けていたが、匂いの判別を行う脳の部位は、比較的、小さかった。2007年末から行われた、国立科学博物館の名物展示として、再び中央ホールで公開された、アロサウルス骨格国立科学博物館には、アロサウルスの全身骨格が展示されているが、これは、 ジェームズ・マドセンがクリーブランドロイド発掘地より収集した実物化石である。化石の発掘を依頼、資金提供を行ったのは第二次世界大戦前及び戦後にアメリカでホテル経営を行っていた日本人小川祐吉であった。小川は森村層で産出する化石に強い興味を抱いており、その古生物学への情熱が日本の子供たちのために アロサウルスの全身骨格を入手するという目標に結びついた。結果的に窓戦のチームが発掘、復元に成功した骨格が国立科学博物館に寄贈された。費用年出のためにホテルを売却したとも言われている。この標本は1964年に公開され、日本初公開の恐竜全身復元骨格として注目を集めた。 その後国立科学博物館上の本館において常設展示されていたが2004年以降企画展示などを除いて収蔵品扱いとなっていた2015年7月14日から地球館の1階で再び常設展示されている復元形態は若干古い説に基づき尻尾は地面につけられ胴体は水平ではなく斜め髪型に持ち上げられているものだったしかし 2011年に新しい学説に基づいて胴体を水平にしたものに改められた。骨格の大きさ自体はアロサウルスとしてほぼ平均的である。ありがとうございます。